ません。いい当たり、二塁ランナーは岩田だ、三塁を蹴る、セーフ。岩田が滑り込みました。タイガース3回の表1点を先制。そして一塁ランナーの西岡は三塁へ、またランナーの目元は二塁へ。山本さん、このバッティングはいかがだったでしょうか。いや、インサイド目のボールだったんですけども、強引に行かずにですね、センター返しのバッティングがいい結果を生んだと思いますね。梨田さん、はい、バッテリーからしますと追い込んでからでした。ツーシームを、ね、インサイド要求したのがね、宮本さん言われるようにちょっと真ん中近辺に来たんですよね。引っ張る意識じゃなくてセンターを打ち返すということができたんですよね。それがまあいい結果につながったんですけども、しかしサードベースコーチの高城コーチもね、これ富坂さん本当によく回しましたよ。ピッチャーの岩田でしたか、はい、回しづらいところなんですけども、ね、まあ、昨日もちょっとミスもあったりいい判断もあったりしたんですけど、これは短期決戦でベースコーチの役目って非常にこれ大きい。